プールスロット監督の修正力が一流すぎると話題に。後半の巻き返しエグいな。スロットがハーフタイムに何を吹き込んだか気になる。リバコ前半ダメで後半から覚醒っていうのクロップの時から結構見てる気がする。前半の不安をすぐに修正して裏への意識がはっきりした。ミスも減って攻撃力見違えたし、シーズンが楽しみです。なんだこれすごすぎる。リーグ開幕戦のデータとは思えない。意外とスロットがフィットしそうだな。後半から本当に違えるように良くなってたから、スロットの修正力いいなと思いました。本当にいい監督だと思うよスロット。入団の時はどうなるかと思ったけど、士気もしっかり上げてくれるしクロップ以上の修正力。適材適所で選手も使ってる。クロップの時からそのイメージ強いけど、そういうチームの DNA があるのかね。試合中の修正完璧だった。あとは試合またいだ修正できれば最高。EL でのペイエ戦の時も修正力はすごかった。今シーズンが本当に楽しみになる試合だった。